こんにちは、ドラゴンです。6月の22日月曜日、午前11時半ぐらい、もうお昼前にはなってしまいました。今日はあいにくの雨模様なんですが、カルガモちゃんはですね、プールからだいぶ奥に行った陰で今お休みをしているようです。はい、こんな感じです。ちゃんと全部で6羽元気におります。今日は東京もだいぶ涼しくて、梅雨時でもあるんですが、さほど蒸し暑くもなく、僕半袖なんですけど、半袖だけだとちょっと寒いぐらいの感じですね。体調管理などには皆様くれぐれもお気をつけください。この今撮影させていただいているところは、西武新宿線東村山駅の東口にある、池のところにこのカルガモちゃんがいるんですが、東村山のことを少し紹介させてください。東村山は、面積としては 17.14 キロ平方メートルの、だいたいイメージとしては4キロぐらい、縦横4キロ4キロぐらいの、町なんですが、もちろん凸凹がありますから、面積的にはさほどは大きくないです。そんな場所でなんですが、人口は、今年の5月1日現在で推定ということで15万飛び603人、それなりには住んでいる場所です。西武線で、西武新宿線、西武新宿駅からだいたい急行で30分ぐらいの場所です。特急を乗ると、25分程度で着きますし、高田馬場からでは急行だったら25分、特急電車で20分ちょっとというさほど遠くはない場所で、僕らから都心に出る分にはそんなに、遠いっていうイメージはないんですけど、その都心部から東村山に住んでるっていう感じで話をすると、えらい遠くから来とんなみたいな感じに結構なるんですよ。感覚的には関西だと奈良から大阪に行くぐらいの感覚、それとか大阪から神戸、大阪から京都に行くような感覚なんです。さほど電車で30分ぐらいだったら遠いとはあまり思いません。それと出身の有名人はもうご存知かと思うんですが、先日お亡くなりになった志村けんさんですとか、一番有名な方なんですけども、その他にも、元ウィンク、まだ活動されてるのかな、相田翔子さんが東村山の出身です。意外なところでは女優の竹下恵子さんが5歳から10歳まで東村山で過ごされたということと、ネプチューンの原田泰造さんも中学3年生から、東村山で過ごされたということでした。あと地元出身の野球選手では楽天ゴールデンイーグルスのオコエルイ選手、それから、日本ハムの監督をされている栗山さんも現役時代、この東村山で過ごされたそうです。栗山監督の実家は小平にあるそうなんですが、意外と岸村さん以外にも有名人はそれなりにいます。それと観光地などにはなっていないんですが、隣のトトロの舞台として僕も通院している、東京白十字病院というところがあるんですが、その周辺がトトロの、隣のトトロの舞台になった場所だとされております。簡単に東村山もご案内させていただきました。カルガモちゃん今日はあまり水の方には来てくれなかったので、動く姿は少なかったんですが、6月22日の東村山駅前の今日のカルガモは以上にさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価や、チャンネル登録、あまり面白くないなと思いましたら、低評価、それからご意見などもお待ちしております。ありがとうございます。